オーディオパワーレベルインジケーターの回路図を書いた動画、前回アップロードいたしましたが、間違った設計がございましたので修正させていただきます。ここに半固定可変抵抗がございます。1番ピンをグランド、3番ピンを電解コンデンサーのマイナス、2番ピンをレベルメーター IC のインプットに配線してますが、これは間違いなんです。ゴミ箱マークで修正させていただきます。消します。そしてアドパートを押しまして、ポテンシャルメーターの PT-10S 半固定可変抵抗ですね、この部品を選択いたしまして、右クリックでこのように配線します。そしてストップです。またゴミ箱マークで配線を消しまして、ムーブで移動いたします。ここら辺がいいかと思います。そしてネットで配線いたします。このようになりますね。これはどういうふうに修正したかと言いますと、この半固定可変抵抗の1番ピンはグランドということになります。そして2番ピンは半固定可変抵抗の入力ということになりまして、3番ピンは半固定可変抵抗の出力ということになります。その出力したものがレベルメーター IC のインプットに入るわけなんです。ですからこのように配線してください。2番の入力にはピンヘッダーから音楽信号が入ってきて、電解コンデンサーを通って2番ピンに入力されるという構成になっています。今回の設定では1番ピンはグラウンドに落とし、2番ピンは入力、3番ピンはアウトということになってレベルメーター IC のインプットに入るというふうになってますが、これどうしてこの向きになっているかと言いますと、このままで設計いたしますと、この半固定可変抵抗の電圧の調整ですね、半固定可変抵抗のつまみを時計回りに回しますと、レベルメーター IC につながっている LED の光り方の強度が強くなることとなります。ですがもしこの1番ピンを電解コンデンサーのマイナスにつなぎまして、2番ピンをグラウンドにつなぎますと、半固定可変抵抗のつまみを時計回りに回しますと、レベルメーター IC につながっている LED の光り方の強度が低くなることとなります。ですから受動部品は電圧の強度を変えるときに、時計回りに回したときに強度が上がるように普通は設計いたします。ですので今回の修正動画のようにこのように配線なさってみてください。補足いたしますと、可変抵抗とは1番端子にグランドをつなぎまして、2番端子に入力をつなぎます。そして可変抵抗のつまみを回しますと、中の抵抗値が変わりまして、回した分だけ分圧された電圧が出力から出ることとなっています。